ただの三沢です。僕たちは11月29日、30日の2日間、日本橋劇場で自主公演を行います。斉藤正文、脚本演出による糸桜というお芝居です。歌舞伎の狂言作者、川竹黙阿弥亡き後の黙阿弥家を舞台にしています。僕の役は坪内逍遥です。小説神髄や縁の行者を書き、またシェイクスピアの諸作品を翻訳した人でもあります。この糸桜では当時早稲田の学生だった市村重俊を川竹家の養子として紹介します。いわば川竹家の恩人として書かれています。また劇中ではいつもの新派の鳴り物だけではなく琴の生演奏が随所に入ります。新派のセリフと琴の調べが重なって不思議な化学反応を起こして素晴らしい舞台が出来上がっています。糸桜、ぜひご覧ください。では次の人にバトンタッチ。